エルンスト一世は、ザクセンコーブルクイコーレザールフェルト公、後に、初代ザクセンコーブルクゴータ公。前名は、エルンスト・アントン・カール・ルート・ビヒ。エルンストは、ザクセンコーブルクイコーレザールフェルト公。フランツ・フリードリヒト・ロイス・エーベルスドルフ・ハク・ハイン・リヒ24世の、娘、アウグステの間に長男として生まれた。弟に、初代ベルギー国王レオポルド一世。妹に、イギリス女王。 ビクトリアの母ビクトリアがいる。1806年、父の死去によりエルンストは、ザクセン・コーブルクイコールザールフェルト公を継承した。1817年、ザクセン・ゴータ・ールテンブルク公アウグストの娘ルイーゼとゴータで結婚した。ルイーゼとの間には、エルンスト2世、名のビクトリア女王の王妃となるアルブレヒトの2人の男子が生まれたが、 エルンストの女好きが原因で夫婦仲は良くなかった。ザクセンゴータールテンブルク公アウグストには男子がなかったので、1822年にアウグストの弟フリードリヒ4世が公位を継承したが、フリードリヒにも子がなかった。1825年にフリードリヒ4世が死去し、ザクセンゴータールテンブルク公家が断絶すると、同族であるベッティン家のザクセン諸公が所領を分配することとなった。 エルンストはゴータを獲得し、1826年に称号をザクセン・コーブルク・ゴータ公と改めた。こうして二つの公国の同訓連合として、ザクセン・コーブルク・ゴータ公国が成立した。なお、同年にエルンストは、ルイーゼと離婚している。1832年、エルンストは姉アントイネッテとビュルテンベルク公子、アレクサンダーの娘で、自身の命にあたるマリーとコーブルクで結婚した。 二人の間に子は生まれなかった。ありがとうございます。